歩け走るな。は、1966年のアメリカ合衆国のコメディ映画、ケイリー・グラントの最後の出演作で、かつチャールズ・ウォルタースの最後の監督作である。テクニカラー作品。1943年のロマンティックコメディ映画、ザモアザ・メリーヤを、1964年、東京オリンピック開催中の東京に舞台を変えて、リメイクした作品。 東京での撮影は東京オリンピックの翌年10月に行われた。1964年、商用で東京にやってきた英国人実業家、ウィリアム・ラトランド卿は予定より2日早く到着したものの、東京オリンピックでホテルが満室のため部屋を取ることができない。英国大使館に相談するガラチが開かず、ラトランドは大使館の掲示板に貼ってあったアパートの 同居人募集の張り紙を見つける。アパートの借り主である若い女性クリスティーン・イーストンは女性のみと記入することを忘れていたため同居を強引に承諾させる。翌日、ラトランドは建築家の卵で米国のオリンピック選手のスティーブ・デイビスと知り合う。ラトランド同様予定より早く到着したために選手村に入れず行き場のないスティーブをラトランドは 自分が宿泊しているクリスティーンのアパートに連れて行き、ラトランドはスティーブを自室に住まわせることを勝手に決める。怒ったクリスティーンは二人を追い出そうとするが、ラトランドから前払いでもらった金で着物を買ってしまったために返金ができず、仕方なく二人を置くことにする。最悪の出会いをした三人だが、徐々に打ち解けていき、特にクリスティーンとスティーブはいいムードになる。 そんな二人の恋のキューピッドになろうと、ラトランドは二人の性格に欠陥があろうともそれとなく二人の仲を取り持とうとするが、クリスティーンには大使館員の婚約者ジュリアス・ピー・ハバーサックがいた。スティーブは何の競技に出場するのか何度聞かれても答えない。ラトランドは若いカップルのトラブルに介入するため、スーツを脱いでトランクスと T シャツになりスティーブの出場する競歩に乱入する。 クインシー・ジョーンズが作曲及び編曲を行い、ペギー・リーと共に、ステイ・ウィズメとハッピー・フィートを作曲した。トゥーツ、シールマンスのハーモニカとハリー・エディソンのトランペットを特徴としている。映画の中でグラントは、彼が出演した1963年の映画、シャレードのテーマ曲を口笛やハミングで口ずさむ。ロッテントマトズによれば、 6件の評論の内高評価は83%に当たる5件で平均点は10点満点中7点となっている。工業収入750万ドルを上げ、全米のレンタル収入で450万ドルを上げた。1966年の映画で第24位の工業収入であった。ありがとうございます。